今日も愛鳥さんとのバードライフ楽しんでいますか？鳥くさいチャンネル片山仁です。僕のプロフィールはこちらをご覧ください。この動画を撮影しているのは2月。もうすぐ季節は春を迎えますね。鳥好きのあなたは春といえば何を思い浮かべますか？お花見ですか？ひな祭り？端午の節句でしょうか？おいしい新茶も捨てがたいですし、花粉症が気になる方もいらっしゃるでしょうね。ツバメさんがお店の軒下に巣を作る、そんな光景を微笑ましい気持ちで眺めることができる、そんな季節でもありますよね。でも僕が春と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、鳥さんのひなをたくさん見かけるようになるペットショップの光景、あるいは SNS での鳥さんをお迎えしたよというハッピーな投稿が増えるようになることなんです。多くの方がバードライフをスタートさせたり、2話目3話目と新たに鳥さんをお迎えする。鳥好きさんにとって春は本当に心躍る季節ではないでしょうか。僕は今4羽の鳥たちと暮らしています。2011年の春に1羽の白文鳥の幼鳥をお迎えして始まったバードライフ、その後2羽3羽と新たにお迎えを重ねて現在に至ります。この動画をご覧いただいている鳥飼いさんの中には、今は1羽との生活だけどそろそろ2羽目をお迎えしてみようかな、でも鳥さんの多頭飼いって鳥さんにとって、あるいは自分自身にとって本当に幸せなことなんだろうかとお悩み中の鳥飼いさんもいらっしゃるのではないでしょうか。鳥くさいチャンネル、今回のテーマは鳥の多頭飼い。鳥さんの多頭飼いを始めるにあたって多くの方が不安に感じているであろう3つの心配事についてそれぞれ解説をして、注意点や解決策も提案します。また今回もこの動画の最後には我が家の鳥たちの放鳥の様子、おまけ動画も用意しております。そちらもぜひお楽しみくださいね。それでは早速行ってみましょう。鳥の多頭飼い、3つの心配事。1つ目は鳥さん同士で喧嘩をしないか心配です。2羽目の鳥さんをお迎えしようかなと検討されている鳥飼いさんたちの多くは、鳥さん同士が仲良く寄り添う光景を眺めてみたい、お友達やパートナーが必要かもという理由でお迎えを考えていらっしゃるのではないでしょうか。しかし実際に2羽目をお迎えして鳥さん同士が仲良くなれるのか、喧嘩をしないかという心配をされていらっしゃる飼い主さんは非常に多いです。鳥くさいチャンネルの有料メンバーシップ鳥友では、会員特典として鳥の飼育相談を個別で受けているんですが、このご相談は僕の元にもよく届きます。結論から言うと、お迎えしてみないと相性の良し悪しはわからないというのが僕からの回答です。実際僕も白文鳥のチロルちゃんをお迎えした後、1羽だと寂しいかな、お友達が欲しいかなと考えて桜文鳥のラムネ君をお迎えしました。結果仲良しになれたかというと、残念ながらそうではありませんでした。文鳥さんは相手のことを好きになるか嫌いになるか、その線引きがはっきりした性格の子が多い鳥種であるということもありますが、特に先住のチロルちゃんはラムネ君を友達としては認めてくれませんでした。もちろんパートナー関係も成り立ちませんでした。ラムネ君は毎日のようにチロルちゃんに求愛のアピールをしていたんですがね、ラムネ君の片思いに終わっちゃったんだよね。2羽目をお迎えするにあたって先住の鳥さんにお見合い写真を見せるのも意味はないでしょうし、鳥さん同士の相性に関してはやはり、お迎えしてみないとわからないというのが実際のところです。またお迎えをして最初は特に喧嘩もなく関係も良好だったのに、何かのきっかけで関係が悪化することだってあります。
もちろんその逆もあるかもしれませんね。最初はそれほど仲良くなかったのに、いつの間にか一緒にくっついて行動しちゃうほど仲良くなったり、同じ聴取同士のオスメスであればつがいパートナー関係に発展したり、ではもしもお迎えしてみてどうやら鳥さん同士の相性が良くなさそうだなとなった時に、私たち飼い主が取るべき対処法はということなんですが、シンプルに放鳥を別々に行うことをお勧めします。お互いに興味がないとか、威嚇はし合うけど攻撃するほどではないというくらいの関係であれば、同時放鳥をしても問題はないと思います。ただ放鳥中ずっと一方が、もしくはお互いに追いかけ回していたり、くちばしで直接的に相手の足などをつつく、噛みつくというような一歩間違えば、怪我をさせてしまう危険性のある仲の悪さであれば、放鳥タイムを別々にずらして行うことが望ましいです。ちなみに我が家ではさざ波インコのナスビくんがオカメインコのポテトくんを必要なまでに追いかけ回して威嚇します。怪我をさせるまでに至ったことはないんですが、ナスビくんがいるとポテトくんが放鳥中ずっと緊張状態から逃れられないので、ストレスを緩和させるためでもある放鳥タイムなのに強いストレスを与えてしまっては元も子もないですし、基本的にはナスビくんとポテトくんは放鳥を別々に行っています。また我が家では新しい鳥さんをお迎えした際には、いきなり先住の鳥さんと一緒に放鳥させるのではなく、お迎えしてしばらくはそれぞれのケージ越しにお互いの存在を認識させ合うというように、徐々に徐々に距離を近づけて慣らすようにしています。鳥さんは環境の変化にとても敏感な動物ですからね。新しくお迎えする鳥さんと先住の鳥さんとの相性はお迎えしてみないと分かりません。もしも仲良しにならなかったとしても、鳥さんそれぞれの個性として受け止めてあげてくださいね。鳥の多頭飼い3つの心配事、2つ目は飼い主に懐かなくなるのではという心配。僕の元へ届く多頭飼いについてのご相談で、次に多いのが先住の鳥さんが私に懐かなくなってしまうのではというものです。これはどういうことかというと、一羽飼いの場合、鳥さんは飼い主のあなたをパートナー、もしくはお気に入りの群れの仲間だと認識してベタ慣れ状態、つまりラブラブな関係になることがあるんですね。実際にそのような関係性を今まさに体験している飼い主さんもいらっしゃると思います。特に別名ラブバードとも呼ばれている小桜インコさんやボタンインコさんなどは、一羽飼いだと飼い主さんに深い愛情を注いでくれるというケースが非常に多いんです。そのような一羽飼いで飼い主さんにベタ慣れ状態という関係性ができている場合、新しく別の鳥さんをお迎えしてしまうと、先住の鳥さんと新しくお迎えした鳥さん同士が仲良くなって、今まで飼い主さんしか目に入らなかったのに、その関係性が一転、飼い主さんよりも新しくお迎えした鳥さんとイチャイチャするようになる、なってしまうケースがあります。つまり先ほど解説した相性が悪かった場合の真逆、相性が良かった場合に起こるかもしれない心配事が、飼い主に懐かなくなるのではというものです。ちょっぴり切ないですよね。新しく鳥さんをお迎えして多頭飼いを始めたい動機が、鳥さん同士が仲良くしている光景を楽しみたいとか、鳥さんのお友達やパートナーを作ってあげたいということであれば、その望みが叶って万々歳ですが、私たち飼い主はとっても欲張りです。鳥さん同士仲良くしてもらいたいし、引き続き自分とのラブラブでベタ慣れな関係を保っていたいと願うものです。しかし鳥さんたちの幸せ、本当の意味でのバードファーストを願うのであれば、先住の鳥さんの興味や好意が新しくお迎えした鳥さんに移ってしまったとしても、
それを飼い主である私たちは素直に受け止めて、幸せそうに楽しそうに過ごす鳥さんたちを見守ってあげることが目指すべきバードライフなのかなと僕は思います。そしてもう一つ、なんと鳥さんは私たち人間と同じように嫉妬もします。新しくお迎えした鳥さんがまだ挿絵が必要なひな鳥や幼鳥であった場合は特になんですが、新しくお迎えした鳥さんのお世話に比重が多く傾いてしまうんですよね。特に挿絵は1日に何度も必要ですし、お迎えした鳥さんに新しい環境である飼い主のお家に慣れてもらうように気にかけてたくさん声をかけたりと、どうしても新しくお迎えした鳥さんとの接触時間、コミュニケーションの頻度が先住の鳥さんよりも増えてしまいます。そのような飼い主さんの新しい鳥さんへの接し方をよく観察している先住の鳥さんは面白くないですよね。嫉妬心が芽生えてしまいます。鳥さんは嫉妬心などの精神的なストレスを抱えてしまうと、自らの羽を、自ら抜いてしまうという行動、いわゆる毛引きをすることで、ストレスを解消しようと試みることがあります。毛引き症は癖になってしまうこともあります。エスカレートすると皮膚までも傷つけるようになりますので、ご注意くださいね。とは言っても、新しくお迎えした鳥さんに必要なお世話の時間を削るわけにはいきませんので、せめて気持ちや注ぐ愛情は先住の鳥さんも新しくお迎えした鳥さんも平等に、もしくはあなたのことはこれからもずっと大好きだよという気持ちを行動を伴って伝えるためにも、鳥さんのお世話をする際には先住の鳥さんを優先するのがベストです。具体的には、朝のケージカバーを開ける順番や、ケージ掃除、水と餌の交換、放鳥時にケージから出す順番などは先住の鳥さんを先に優先させることで、嫉妬心やきもちの感情を少しでも和らげることができるかもしれません。鳥さんは本当に賢い生き物です。私たち飼い主の行動をよく観察していますし、もしかしたらいつも一緒に過ごしている人間であれば、喜怒哀楽の微妙な変化も察知しているかもしれませんよ。僕は約10年間のバードライフの中で、言葉は通じなくても鳥さんが僕の気持ちに寄り添ってきてくれているな、僕への接し方が今日はなんだか違うなと感じることが多々あります。多頭飼いをすることで先住の鳥さんと私たち飼い主の関係性に何らかの影響が出ることは避けられません。飼い主の私たちは環境の準備だけでなく、心の準備もしておく必要があります。鳥の多頭飼い3つの心配事、最後3つ目は、お世話がどれくらい大変になるのかという心配。鳥さんが1羽増えるということは、シンプルに考えて飼育にかかる費用が1羽分増えるということです。例えばケージ、鳥さんが遊ぶおもちゃ、保温器具、動物病院、加入するのであればペット保険、旅行時に預けるペットホテルなどにかかる費用です。ケージに関しては、つがいにする予定がないのであれば、1日に与える餌の量の管理や1羽1羽それぞれの糞の状態を把握するという点でも、できれば1羽ずつ別々のケージで飼育する方が望ましいのではないかなと僕は考えますので、新しくお迎えした鳥さんには新しいケージを用意することをお勧めしています。動物病院の費用に関しては言うまでもありませんよね。健康な状態の鳥さんであっても、最低でも年に1回ないし2回は定期的に健康診断を受けることが望ましいです。そして皆様へお願いがあります。新しくお迎えした鳥さんには健康診断を受診させてあげてください。またできればですね、お願いできる動物病院は限られてはいるんですが、遺伝子検査を含めた総合健康診断、いわゆるバードドックを受けるのが望ましいです。
この検査で感染症を持っているのかどうかが分かります。もし感染症を持っていた場合、先住の鳥さんに移さないためにも少し高額ですが、お迎え時のバードドッグをおすすめします。そして先ほど一つ目の心配事、鳥さん同士で喧嘩をしないか心配でも解説しましたが、鳥さん同士の相性が悪かった場合には別々の放鳥タイムを設けると良いでしょう。もちろん放鳥タイムが単純に2倍必要となりますので、飼い主さん自身の生活スタイルにも影響が出てきます。毎晩お仕事からの帰宅が遅い方など、いくらバードファーストな生活を目指していたとしても、ご自身の睡眠時間や生活リズムが崩れてしまえば元も子もありません。バードファーストなバードライフは大前提として、飼い主さん自身の健康状態が心身ともに良好でなければ成り立ちません。放鳥タイムが2倍になる可能性もあるということを考慮した上で、2羽目のお迎えを検討することをお勧めします。もう一つ、鳴き声について。小型に分類される鳥さんであっても、鳴き声がそこそこ大きい鳥さんもいますし、飼い主さんが視界から見えなくなった時に発するいわゆる呼び鳴きは、すでに鳥さんと暮らしていらっしゃる方はご存知だと思いますが、びっくりするくらい大きいですよね。また鳥さん同士が仲良くなれば、お互いに鳴き声でコミュニケーションを取り合いますので、発せられる鳴き声が単純に2羽分になるだけでなく、お互いの感情を刺激して鳴き声を誘発させ合う可能性もあるということを念頭に入れておいてくださいね。現在ペット OK の物件で暮らしてらっしゃる場合でも、愛鳥家以外の方にとっては時に鳥さんの鳴き声は騒音になります。お隣さんとのトラブルに発展することも十分ありえますので、鳴き声対策が必要になるかもしれないことを覚悟しておいてください。鳥さんが増えればお世話が大変になる、当たり前のことですが、費用の面、ご自身のライフスタイル、住環境などに少なからず影響が出ることをシミュレートした上で、2羽目以降をお迎えすることをお勧めします。今回の解説動画いかがだったでしょうか。多頭飼いを始めるにあたっての代表的な3つの心配事について解説をさせていただきました。多頭飼いのネガティブな面、デメリットにばかり着目した解説となってしまいましたが、多頭飼いにはもちろん多くのメリットもあります。例えば鳥さん同士のさまざまな関係性を見守りつつバードライフを楽しむことができたり、巣引き、いわゆる繁殖をさせることができたり、鳥さん同士に社会性を身につけてもらうこともできるかもしれません。また鳥さんは仲間の行動を真似る習性もあることから、食欲が落ちた時でも仲間に釣られて餌を食べ始めるようになったり、案外1羽飼いよりも多頭飼いの方が飼育がしやすいという側面もあります。そして鳥さん同士の相性が良ければ、飼い主さんへの依存心が1羽飼いの鳥さんよりも減るでしょうから、仕事やご自身の子育てに追われている飼い主さんには、多頭飼いのバードライフはご自身のライフスタイルにマッチするかもしれませんね。1羽飼いでも多頭飼いでも鳥さんとの暮らしは本当に素晴らしいものです。鳥さんに限った話ではありませんが、ペットをお迎えする際には十分に環境を整えてから、また一つの大切な命を預かるという覚悟を固めてからお迎えするようにしてくださいね。では我が家の鳥たちの放鳥の様子、おまけ動画の前にちょっとだけお知らせです。この YouTube 鳥くさいチャンネルの他にも、我が家の鳥さんたちとの日常をお届けするインスタグラムや、鳥の飼育情報をブログで学べる鳥くさい .com、 鳥くさいコンテンツの最新情報をお届けする LINE 公式アカウント、鳥くさいチャンネルの公式グッズショップ鳥くさいすずりなど、
鳥飼い初心者さん向けの飼育情報だけでなく、すべての鳥好きさんたちにお楽しみいただけるさまざまなコンテンツがございます。また鳥臭いチャンネルのファンクラブ鳥友では、このような特典をご用意してメンバーさんを随時募集しております。現在約170名ほどのメンバーさんたちがあなたのご参加をお待ちしております。鳥友で鳥友を作りませんか？鳥友インスタグラム、ブログ、LINE 公式アカウント、グッズショップ鳥臭いすずり、いずれもこの動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。今回の動画が役に立ったよ、面白かったよという方は、僕のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。そして多頭飼いについてのあなたのご意見や体験談など、コメント欄にメッセージをいただけると、僕はもちろん他の視聴者の皆様のバードライフにも大いに役立つと思いますので、書き込んでいただけるととっても嬉しいです。あなたからのコメントをお待ちしております。では皆様お待ちかね、我が家の鳥たちのおまけ動画をお楽しみください。それではまた、鳥臭いチャンネル片山ひとしでした。バイバイ。Tells me don't go home. So I run until my feet give out. I jump a little higher to clear the ground. Every shadow of every girl, every time I turn around, I swear it's her. Second guess my every move. I hold my breath in case I run into you. Oh, I just can't look. I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you. And sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. I keep driving your way home. I live across the park from me in a place that steals a tiptoe view of the sea. Your sister came back home to stay the day I packed my bags and went away. So I found a room with a stranger and a traveler who both welcomed me. I try and remember my new way home, but habit sometimes steers me down your road. Oh, I just can't look. I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. I keep driving your way home. And the day breaks slowly, and I know I can't be this lonely for that long. Got to grow up, show love. I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. Oh, I just
just can't look, I can't bear the thought of seeing you with someone new. Oh, I swear I'm almost over you. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are my own. I keep driving your way home.